今この状態になってまして、こういうふうにひっつくんですね。このくらいの角度でひっつくんだと思います。非常に隙間もなく、大変相もいいと思うんですけれども、やっぱりちょっとつけてしまうとね、服とかが塗りにくいですし、服を塗ってる時に誤って顔に塗料がついてしまったりとか、なかなかめんどくさいことが起きてしまうので、僕はいつもこれを分離できるように加工してここに差し込むようにしてます。その加工をしたいと思います。まずですね、0.5mm のドリルをつけまして、で、この中心あたりですね、このあたりに穴を開けます。でですね、こちらの方の真ん中ですね、真ん中ですね、ここにもこれで穴を開けます。そしてこういうホームセンターで買ってきた 0.5mm の銅線ですね、これを使います。これを金属ニッパーですね、金属ニッパーを使いまして、適当な長さに切り出します。だいたいこのくらいかなと思いますけれども、適当な長さに切り出して、これをこっちに刺します。こうですね。そして瞬間接着剤で止めます。3.0mm ですねのドリルを用意して、ここでこうグリグリやっていくわけですね。結構ね、 3.0 が合うことが多いです。これを、潰してしまわないようにそーっとこう回してえぐっていくんですね。様子見ながらやらないと、この襟を潰してしまうことがあるね。よく注意しながら折り込みます。そしたらですね、この周りを削ります。こんな感じです。こういう感じで削ります。で、実際の服の襟と同じようなぐらいな感じにします。そのくらいまでこう削っていきます。こんな感じですかね。で、そこにこう刺すと、こんな感じですね。まあこの状態で、柔らかい銅線ですんで、こう首をかしげたりとか、いろんなことができるんですけれども、まあこれで作業を進めることができます。